頸椎は、背骨じゃないんでしょうかね。このまっすぐの時よりも左の方にこうはみ出して伸びていくんですね。なので縮んでるはずの右でさえさっきの場所よりは伸びるんだよっていう話、よく言いますよね。で倒すというよりも引っ張られていくような感覚、この乳様突起っていう耳の後ろにあるボコンと出たとこが、そこがあのギューってこう引っ張られる感じですね、斜め上に。そうするとね、ちょっとこう側頭部というかこう側屈の時の後頭関節がちょっと緩むと思うんですよね。なんかここに乳様突起があるんですけど、右をこう押した時になんかね、これってただ縮んでるだけじゃない、こっちがシワがほら寄ってるでしょ。でこのシワがねないの、こうやるので、わかりますか、ここの耳の裏まで、あのみたいな。だとこの首もほらぐーっとたわんでる。でこのちょうど眼中のところから鼻のところまでがものすごいたわんでる状態。ここたわまないとスタンダードのネック綺麗になりませんね。ね、今度反対に左をこうした時もで、やる時にここの喉仏でさえ右の上に上がっていくような感じで、この低い方もシワが寄らない、こういうイメージですね。